はい、どうもみなさん、こんにちは。ゆずいコです。それでは今回なんですけども、GoToEat キャンペーンでプレミアム付き食事券を買うなら、ファミリーマートが一番購入方法や注意点など解説ということで、今回は GoToEat キャンペーンに関する動画ですね。まあ、つい最近 GoToEat キャンペーンのプレミアム付き食事券の販売がちらほら開始したということを伺ったので、まあ、そこで今回はちょっとしたお得な購入方法についてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 ということで早速お伝えしていくんですけども、この GoToEat キャンペーン自体はね、2種類あるということでね、これまで動画で上げてきたんですが、僕の動画では主にこちらのオンライン飲食予約についてほとんどピックアップしてましたね。まあ一応ですね、こちらは過去の動画になるんですけども、下の概要欄に一応過去の動画は載せておきますので、オンライン飲食予約について気になる方はチェックしてみてください。で、今回ですね、僕の動画でピックアップをさせていただくのはこちらのプレミアム付き食事券ということですね。 念のためですね、こちらのプレミアム付き食事券についてのおさらいをしていきます。まず、この食事券自体はですね、販売額の25%を国が負担してくれます。まあ、例えばなんですが、12,500円の食事券を1万円で購入いただけますということですね。で、プレミアム付き食事券での支払いはお釣りは出ないと。 で、購入制限というのはちゃんとあるんですけども、1回のご購入にあたり2万円分までとさせていただきますということですね。で、下にもちょっと米印でも出てるんですが、エリアによっては8000円単位での販売となり、購入上限が1万6000円分までとなる場合もあるということですので、ここはお住まいの地域の販売方法など、購入の単位などですね、ここを事前にチェックしてみてください。で、販売の期間なんですけども、一応、スタートはちょっと書いてなくてですね、2021年の1月末までが販売期間で で有効期限というのが2021年の3月末までということですね、まあ、この始まりの期間が書いてないのはですね、まあ、住んでる場所地域によっては販売の期間とかが全然違うのでなのでとりあえず終わりの日程だけは決まってるという感じですかねで実際にですねこのプレミアム付き食事券ってどこで販売されてるのかということなんですけどもちょっと僕がまあサクッと調べて一応この5つの通りという感じですかね まず一つ目は窓口で購入ということで、まあ、専用の窓口があればそこで購入をしてくださいと。次にネットで購入できる場所もあったりします。LINE で購入できたりとか、あとは往復はがきとかで購入することもできます。そして今回のお題でもあるファミリーマートのファインポートでも購入できるということですね。ですけども、上の米印でも出てる通り、地域によっては販売時期とか販売方法っていうのはちょっとバラバラになってますので気をつけてください。 で今回ですね、僕がピックアップをさせていただくのが、そのファインポートの購入方法なんですが、僕が普段ね、ツイッターでフォローさせていただいてる、中堅ドクターさんという方のツイートを今回参考にさせていただきました。このツイート気になる方は下の概要欄にリンク貼っておきます。で、このファミポートでの購入がお得な理由っていうのがですね、3つ挙げさせていただくんですけども、まず1つ目は、クレジットカードを使って購入できるという場合もあります。 なので普段からね、クレジットカード利用されている方は、それを使ってね、ファミリーマートで決済すれば、クレジットカードのポイントの還元を受けることができます。で、次に2番目、T ポイント、楽天ポイント、D ポイント、これも利用可能ということですね。そして3つ目は、スマホ決済で購入が可能ということですね。今、ファミリーマートでは、これらのスマホ決済が使えます。 D 払いい LINE ペペイペイインン AU J コメルペイプリンそしてファミペイという感じで、すねで今回ですね、この中の2つをピックアップしています。その2つっていうのがこちらですね、LINEPay とファミペイということですね。まあ、この2つのいずれかで決済したら結構ですね、お得ということなんですが、まずはこちらの LINEPay からお伝えします。で、LINEPay で購入する場合ですね、この2つの恩恵を受けることができるんですが、 まず一つ目は LINEPay にあるファミリーマートのクーポン10%オフですね。まあ、最大500円オフまで受けることができますということで、まあ、LINEPay 普段から利用されている方であれば、ね、このクーポン見覚えがあると思います。ファミリーマート10%オフ、最大500円オフということで、まあ、今月は10月から11月までの間はこのクーポンが出ているのでもしこのクーポンを使って決済した場合 ご覧の通りですね食事券1セットが1万円ということなんですがそれが9500円で購入が可能ということになりますこれすごいお得ですよね普通にプレミアム付き食事券買ってもお得なのにそれが9500円で購入が可能ということになります次2番目このチャージペイ最大3%還元ということでやっぱり LINEPay の決済する魅力的なとこといえばやっぱこことですよね このチャージペイ自体なんですけども、普段ね、ご自身の LINEPay の、まあ、ランクみたいなのがあるんですが、まあ、レギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナとありまして、このプラチナのランクであれば3%分の LINE ポイントの恩恵を受けることができます。なので、この LINEPay のファインマのクーポンとチャージペイをですね、駆使すればお得にプリ,ミアムプリミアム付き食事券が購入できるということになります。以上が LINEPay を使ってお得な購入方法についてでした。次はファインペイですね。 で、ファインペイの場合、こちらのキャンペーンは今開催中でございまして、それが今出てるこちらのキャンペーンなんですけども、GoToEat キャンペーン食事券をファミペイ払いで買うと、抽選でファミペイボーナス1000円相当が当たるというキャンペーンが開催中でございます。で、実施の期間なんですが、2020年の10月14日水曜日からスタートしておりまして、2021年の2月の11日木曜日までとなっております。結構長いですよね、このキャンペーン。 で、ちょっと気になるとこだけ僕の方でピックアップをしました。このキャンペーン自体ですね、第1回と第2回っていうのが分かれてまして、今は第1回がスタートしてまして、11月30日まで一旦締め切りの、これが7000名様までということですね。で、第2回は12月1日からスタートして、2月の11日までで3000名様に当たるということになります。で、このキャンペーン参加する際にですね、専用ページで参加はこちらというボタンがあるので、そこを必ずタップしていただきます。 で、それがどこにあるのかというと、これがキャンペーンのページなんですが、ここにですね、参加はこちらというところがあるので、ここをタップしたらエントリーが完了となります。実際にここをタップしたら、画面がファインペーンの画面に切り替わるだけで、特にエントリー完了という表示も出ませんので、とりあえずタップすれば OK です。で、次にですね、GoToEat キャンペーンの食事券全商品が対象ということになります。 今現在ですね、ファインポートで購入できる食事券なんですけども、今出てる通りとなっています。今だと埼玉県とか静岡、愛知、三重、岐阜、福井、京都、奈良、大阪、広島、高知、熊本ということですね。まあ、最近ね、東京の情報が少し出たりとか、僕が住んでる福岡であれば、まあ、11月から販売スタートとなりますので、もしね、そのお住まいの地域が対応して、ファインポートで購入することが可能であれば、参加可能ということになります。 で、次に、期間中1人1回までの応募が可能ということですので、まあ、何回もね、購入しても1回までしかカウントされませんので、ここは気をつけてください。で、あと、ここ注意ですね。ファミペイ払いで20%戻ってくるキャンペーンは対象外ということですね。まあ、これに関してはね、ちょっと前の動画でも紹介させていただいたキャンペーンなんですけども、こちら今出てるファミペイの実施されてるキャンペーンですね。なので、 このキャンペーンを使ってファミペイバラで決済してもプレミアム付き食事券の購入自体はまあ対象外となりますのでなのでここはごっちゃにならないようにですね気をつけてくださいで最後にですねこのプレミアム付き食事券の購入方法ですね公式ページにあったのでちょっと僕の方で一緒に見ていこうかなと思いますでその購入方法の前にですねここは必ずチェックをしていただきたいんですがもう出てる通りですねファミポートでの購入の前にあらかじめ各府県の専用ウェブサイト等で申し込み手続きが 必要となります府県によっては電話受付等がございますということですのでいきなりとりあえずファインポートに行って購入できるというわけではないのでここは気をつけてくださいなのでこの流れの通りですねまずステップ1各府県専用の申し込みサイトにて食事券の申し込みを行いますこれ一応キャンペーンのページにも出ておりますでステップ2メールで引換券権評判号が届くとそしてステップ3ファインポートで発券レジで決済後食事券の受け取りという流れになります で、次にですね、ファインポートからどんな風に発見するかというと、まず最初、1番目ですね、ファインポートの画面の中で、Go to Eat キャンペーンというボタンがあるので、ここをタッチします。次に、番号を入力するところがあるので、その番号を入力というところをタッチします。で、メールで届いた13桁の番号がありますので、そこをファインポートにて入力をしてください。そして4番目、購入内容確認の上、OK ボタンが出てきますので、右下の OK ボタンをタッチします。 そうすると、ファインポート側から申し込み券というのが発行されますので、これを持って30分以内にて、レジにて入金発券をお願いしますということですね。そして、お会計の際にですね、先ほどファインポートで発券された券をレジ前で店員さんに見せていただいて、先ほどお伝えしたスマホ決済などを使って決済すると。そしたら、右に出てる通り、食事券の受け取りが可能という流れになりますので、 ま、見た感じで結構手間があるように見えるかもしれないんですが、とりあえず Web とかで手続きした後に、あとファインポート行って、そしてあとはレジでお会計っていう流れなんで、やり方としたらめちゃくちゃシンプルで簡単かなと思います。 そして最後まとめですね。一応僕の方で4つまとめました。一応上から見ていただいて、食事券とか購入方法っていうのはやっぱりファミリーマートがお得かなと思います。けども、ちょっとこれ難しそうだなとか思った場合は他の購入方法でも全然ありです。で、ファインポートからの購入の場合はですね、先ほどお伝えしたように事前に申し込みが必須となってますので、いきなりとりあえずファインポートで行って発券しようというのができませんので気をつけてください。で、決済方法はスマホ決済とかクレジットカードでも大丈夫です。 で、地域によってはです、ね、やっぱり販売の時期とか販売方法っていうのが変わってきますのでここも事前にですね、公式ページをチェックした上で参加してみてください。 まあそんなこんなで今回は GoToEat キャンペーンその中でもプレミアム付き食事券をファインポート使ってお得に買いましょうということでお伝えをさせていただきました。いやほんとね、ここ最近はずっとオンライン飲食予約のバッカー動画をアップしてたのでなかなかそのプレミアム付き食事券についての情報がなかったので僕もピンとくるとこではなかったんですがまあ住んでるね、福岡も販売が開始されたらちょっと僕もね参加してみたいなというふうに思っております。で一応ですね、過去の GoToEat のオンライン飲食予約とかに関する動画に関して 下の概要欄にリンク貼ってますので是非詳細気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました